やっほー聞こえてますか？聞こえてますか？どんどんコメントしてね。まだ来ないね。ね、来るか？お、来た、来た、やっほーだって。やっほー。あ、すごい。おー、ハロー、レッド。ハロー、ケイちゃん。やっほー。やっほー。では、自己紹介しますかね。はい。では、今日の LINE ライブは、原宿乙女の東ケイと、ふわふわの塚田桃花です。イエーイ。初。はい、桃花笑って。笑って。かわいいじゃん。笑ってるかもしれない。ヘイだって。ヘイ。ヘイ。イエーイ。やーやーやー。やー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 。東だって。東です。あずまだよ。ありがとうございます。すごいね。ポテト好きだって。悩むか。微妙。ポテトあんま食べない。ポテト。お互いの第一印象。お互いの第一印象。つかももの第一印象なんか。じわる。え？会った時から？うん。え？ない？それはないよ。あ、じわるみたいな。いや絶対ない。それは絶対ない。なんか一つ一つの行動が面白い。いや絶対それはない。なんかテク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 。だって歩いててじわるって言うのおかしいよ。え、でもみんな言ってない？え、なんか歩き方変って言われる。でも言われるでしょ。え、でもこれでも陸上選手だったし、陸上選手選手だったからホームとか歩くのめっちゃ綺麗なんだけど、ね、ケイもね、ちょっと陸上やってたよ。だよね。うん、ケイちゃん制服だって。そうなんですよ。ゲッツって。うーん、はるかちゃん、はるかちゃん、あ、うちお寿司嫌いだわ。なんで？第一印象途中で止まっちゃったよ。あ、そうだ。第一印象。なんかある？第一印象。え、なんか身長大きくて、なんか最初会った時はギター持ってたから、なんかシンガーソングライターの方かなって思って。違う。なんかかっこよかった。あ、本当？うん。なんか、あー、嬉しいですね。でも一番思ったのは身長大きいなって思った。そうかな。乙女の中がちっちゃいんだけど。え、でもなんかみゆきとよくいるじゃん。うん、あ、なんかそうするとなんかそれはねお姉ちゃんと妹みたいな。そうなの、そうなの。認めてんの。身長何センチ？身長はね、164センチだと思う。何センチだろう。156か7。もう変わんないけど。そんなパーティーズのメンバーに入れ替わるなら誰になりたい？誰がいいかな。え、めっちゃいるんだけど。うん、たくさん。なんかこういう時にはこの人になりたいとか。え、でもめっちゃいる。5人ぐらいいるかもしれないです。おー、いいよ、じゃあ上げてみよう。牧野真凜ちゃんと、うん、たやちゃんと、うん、染野里奈ちゃんと、中田と。おー、でも理由はなんかみんな身長大きいし、あとなんか可愛いし、やっぱあとなんかなんていうの、見てるだけで癒しみたいな。無理やりやっちゃったね。誰だろう。 K はね、たやちゃんになりたいです。なんか独特な雰囲気持ってるし、あと誰だろうな、春になりたい。春、あの人はもう笑うために生まれてきたみたいな。分かる。もう笑顔の天才だと思うから、可愛いよね。なんかいつも笑って話しかけてくれるから、なんか可愛い。特技はだって走ること。あ、そっか、陸上選手もともと。特技、どこでも睡眠ができる。本当？うん、できる。もうね。え、道路とかでも？無理です。無理です。なんだろうな、スクショ、ファンになんて呼ばれたいだって。
うん、なんかある？つかもも、あ、じゃあさ、つかももって呼ばれるのと、ももかって言われるのと、ももって呼ばれるの。何がいい？ももとかは嫌だな。もう嫌だ。もう嫌だ。ももかちゃんか、つかもも、言いやすい、言いやすいっていうか、なんか、結構キャッチーだから、つかももかなって思います。ひーちゃんは？なんだろう、まあ、基本なんでもいいんだけど、東かな。なんかメンバーにも言われてるから、なんか親近感湧くみたいな。え、なんか最初ね、なんかみんな東って言うからあれと思って、だよね、あれあれ、あず、え、あずま、だよね、なんだ、誰と思って、すごい言われる。なんか2人いる、なんか2人いるからあれ誰なんだろうって、なんでと思って、そうずっと疑問に思ってて、すごい言われる。そう、なんか東ってみんなが言うから、あ、アスマだよねみたいな。そう。で、ケイちゃんっていう人もいるから、え、どっちみたいな。そう。あの、うん、自己紹介を聞いてください。でも、東って言われたら、もうなんか勝手に反応できて。パーティーズの歌で何が一番好きだって。いっぱいあるな。でも、やっぱり最近は、エースの青い赤も好きだし、乙女だったらやっぱグリーグリー、いいよね。あ、でもふわふわはね、いっぱいあるんだよね。チアリーダーも好きだし、恋のレッスンも結構好き、ある、なんか好きな曲。シガーラブ、あー、ふわふわシガーラブ、お、もうふわふわって感じ。そう、なんか一番なんか覚えやすいし、なんか可愛いじゃん、なんか曲が、そう、キャッチーだからいいなって。お、ハートが1万8000超えたのかな。うん、スクショタイム行きますか。行きましょう。何する？なんか、なんかポーズ、なんかポーズやりかな、やっていただきたい、やっていただきたい、なんかポーズの案を、カムオン。お、ハートが2万だ。ありがとうございます。ハートしてだって。ハートしてする？ハートする。オッケーかな？オッケーかな？イェイ。ハート、ハートやったでしょ。ふわふわポーズ。ふわふわポーズ。いけたか？いけ。二人でハート作りました。ああ、ピースしました。50メートル何秒だって。え、最高は、なんかちゃんとした陸上競技場で測ったのだと、7秒8。私は、覚えてないです。覚えてない。ピースもう一回だって。オッケーかな。乙女ポーズ、乙女ポーズやるか。何てやるの？ね、パーにして小指、小指じゃない、これなんだ、薬指、薬指と親指をこんにちはが乙女ポーズ。好きな色はピンクと水色の組み合わせ。おお、あれ、パステル、パステル、パステル。でも、ももかパステルっぽいよね。ほんと？私はね、黄色と青が、ぽい。すごい好き。ぽい。なんか前パーカー着てたじゃん。なんかめっちゃぽいなと思った。そう、黄色と青、大好き。かわいいよね。変顔。変顔は、変顔？変顔？変顔はじゃあ、3万いったらにしよう。そうだよね。でもガチじゃないでしょ。そうだね、ちょっと可愛いも入ってるやつじゃないですか。スクショされても大丈夫な感じの。好きな食べ物、好きな食べ物、好きな食べ物って聞かれてね。なんだろう。でもピザかな。氷。え、こ、こ、氷？氷。なんで？なんか好きなんだよね。氷？そう。ああ、好
きな衣装は、だって好きな衣装、好きな衣装、でもなんかなんだろう、好きな衣装の子全部、うん、うん、好きな衣装なんだろう、一番好きなの、え、毛、髪の毛が静電気でつかまままにあって今日のメイクのポイントありますか？なんだったっけな、あ、そう、ここにね、ブラウンを入れたんですよ、ちょっと、それだけです私は、けいちゃんはいつものメイクです。なんかね、なんもやってないの。え、でもここにキラキラ入ってる。あー、これはね、ミネの使いました。あ、そうそう、最近そうなのか、ミネに。え、ミネちゃんめっちゃ持ってるよね。そうなの、そう、すごいよね。ね、すごい、うらやましい。ひなしだって、ひなしはちょっとね、これは春が悪いよ。なんで？なんか春がいきなりひなしって言い始めて、うん、なんで？よくわかんない。やっぱあの子謎だよね。ね、謎だし、もう笑顔で言うからなんか許しちゃうよね。大好きですだって告白されちゃったよ。これからライブ行くのだ、楽しんでね。うん。まあ待って、アリサのいいところ。タニーのね、いいところ。面白くて、逆線高い。高い。あと、髪の毛が綺麗。あ、わかる。なんか、そう、すごい。サッとしてる。サッてしてる。スノボーしない。したことない。しない。ソリならしたこと。スノボーなんかできる気がしない。うん。怖いよ、ちょっと。ケイちゃんのチョコゲットしたよ、だって。おぉ。あれか。バレンタインコーナーですか。カキカキしたからね。すごいね、告白されてる今、大好きですって。すごい。なんかやってもらいたいことありますかね。つかももとけいちゃんのコンビ名は、だって、ん、ひがももなんか渋い渋い、売れないももみたいな、なんかそれしか食べれないって言ったら、じゃあ、ひがももでいい？まず。え、まあいいよ、いいよ。じゃあ、ひがももということで、ということで、それしか食べれないって言われたら、何を食べますか？食べ物？食べ物。ピザ。やっぱピザ。ピザ。もうぶれない、ぶれない。本当に好きなの。うん。私も氷、最、ね、うん。絶対氷食べる。氷？お腹たまんなくない？いや。な、溶けてなんか。多分ね、今日もだけどね、水筒に、持ち歩いてるんですよ。うん、寒くない？寒くないの。寒いよ。そう、氷食べてお腹壊したこともないし、うん、すごい、そう、こんぐらいのね、うん、え、あれ？そんな大きいの？違う、こんぐらいの水筒があるの、うん、黒の、うん、そう、黒の水筒にめっちゃ入ってる、氷入れて美味しいんですよ。え、じゃあさ、もう家帰ったら氷ないってことない？なんか消費量すごすぎて。いや、美味しいの、うちの氷、本当に。なんで？なんかもうお母さんがプロ並みで、え、普通に作ったでしょ。でもそう、いや、なんかね、魔法の味がする。え、それってさ、自分の絵が作ってるからさ、違う、本当に美味しいんだって美味しいんだって。ピカチュウやって、だってやってみよう。じゃあ3、2、1、ピカピカピカ。似てるかな、微妙。似てる似てる似てる。なんかすごいよね、なんかモノマネできるものがない。ドラえもんとか。ドラえもんできないな。なんだろう。あ、ありがとうございます。お母さん、昨日、ハッピーバースデーでした。あ、そうだ。見たよ、ついて。あ、本当ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。昨日のね、中田もバースデー公演をやりまして。うん、感動的でよかった。そうね。うん、すごかったね。ね。まさかお手紙が来る。そう。びっくりした。あと2分くらいだよ。あと2分ぐらい。なんかコメント、じゃあ右手でハートを押して、うん、左手でコメントを打つ。あ、そうだ。で、できる？右利きの人は右手で文字打って左手で押すハートを。そうすればバッチバッチちゃっかり。スミレって呼んでた。スミレ。スミレちゃん。二人の共通点、共通点ある？共通点。共通点。音楽とか好きとか。
そうだね、音楽好きと髪の毛が黒い、髪の毛黒いみんなか。変顔しか来ないよ、ね、なんかもうそんなに変顔が食べたいじゃん。そんなに変顔が見たいか。いくか。お手柔らかなね。うん、ちょっと本当に本気でやんない。一瞬ね。うん。一だよ。うん。せーの。やばい、お手柔らかじゃなかった。結構めっちゃ大変、ね、柔らかい。そう、こっち系。何それ。今後やりたいこと、目標みたいな感じかな。今後やりたいことは、なんだろう。なんかある？なんかでもね、いろんなことに挑戦したい。なんか、もう、欲張りかもしれないけど。ジャンルみたいな。一個目標が達成したら、うん、そのなんか満足しないで、すぐ次のことを考えていきたい。目標は、とりあえず小さな目標を立てるは、うん、体を柔らかくする。おう。この V 字バランスのこの、おう。足持ってこうやってやれるようになった。うん。から毎日ストレッチしてます。頑張ろう。うん。ではね、そろそろかな。うん。ハート。ハート。ありがとうございます。ありがとうございます。ではね、今日も夜公演があるので、うん、来る方は一緒に楽しみましょう。そして、エースのリリーベに来る方は、握手をして、うん、写真を撮って来てください。はい、待ってます。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。素敵な週末を。バイバーイ。わー、どれだ。あ、これか。バイバーイ。